城目隼人です。ご視聴いただきありがとうございます。今回は、ヌードデッサン座りのエファセです。全身を入れ込むまでは、QB のオールシンを使っています。ここからは4倍速でお届けします。ご覧いただいている途中ですが、実は本日10月の23日、ピースカード2023東京展が、本日から開催中です。皆さんからお送りいただいた自作の平和の絵はがきを、会場となる北青山のギャラリーハウスマヤのセカンドスペースマヤ2で、全て展示させていただくという、平和の絵はがき展です。同時開催の原画展には、先日アップしたローレライを出展しています。今週末の28日土曜日までです。詳細を概要欄に上げておきますので、どうぞ皆様多数、ご覧いただきますようお待ちしてます。
浅井中さんとか、申し訳ないです。どうも。Thank you.
毎回の言い訳になりますが、カメラの位置の関係で、紙に精通してなくって斜め下から見ながら描いてます。ですのでどうしても、頭の方が、遠くにある分大きく描いてしまう傾向がありますね。さらに、今回の頭、まあ大体おおむね僕の場合頭はそうなんですが、この辺ですね、横顔をやや凝視で見ている、そのせり出し、特に後頭部への回り込みみたいなところかな、あの耳のつき方みたいなものもちょっとやっぱりあのそれに即してないところがありますね。僕のヌードデッサンでは、写真の著作権や、もろもろ規約などを考慮して、元画像は上げていません。ただ、実際のモデルさんの画像を見なくても人体の構成みたいなものがしっかり頭に入っていれば、ここはちょっと狂っているなっていう風なところが分かるようになってくると思うので、あのその辺を鍛える意味で僕の、動画を利用していただけるとありがたいです。あ、今ティッシュ使ってますけれども、書き出しから 9B、6B の、濃い鉛筆で全体を入れたところで、ティッシュでなじませるっていう進め方です。ティッシュだけで全体を仕上げるっていう書き方もあるぐらいで、ティッシュ本当便利です。してますよね。耳に限らず、顔ってやっぱりあの何度か言ってると思いますけれども、顔はみんなあのこだわりのセンサーがいっぱい働くので、今もこれをだんだん似てきたみたいな感じでディテールに潜り込んで描いてると思うんですけれども、そういう時っていうのはやっぱりあの全体をつかみきれてないことが往々にしてありますね。Thank you.
なんかここで、ロールを切り替えたっていうか、違うテイクに入ってますけれども、この辺の画質は割といいですね。この辺の仕様を覚えてないので、なんかこれがまた再現できるといいんですけれども、一気に、書き続けてるように見えますが、途中で少しずつ、のデータが増えすぎてもいけないので、途中何度か休みながらやってます。で、その時に、真正面から見て、あ、なんだ全然違うじゃんみたいな感じで修正点を、意識して次のロールで、描き出すということを繰り返してます。
そろそろ終了となります。今回の、座りのエファセ、エファセは、バレエ用語ですね。ポジションと、体の向きによって、隠れるっていう意味かな。そこから取った、モデル名みたいな感じでつけてみました。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録いただけると大変嬉しいです。上根隼人でした。